北海道拓殖バス。北海道拓殖バス株式会社。北海道拓殖バスは、北海道加藤郡乙府町に本社を置き、帯広市など、十勝総合振興局地方を中心に、バス事業等を行う企業である。1928年12月15日に前進となる、北海道拓殖鉄道が、新徳鹿追いで、鉄道事業を開始し、 後に上四幌まで延長した。太平洋戦争後に段階的な廃止が進み、1968年をもって鉄道路線をすべて廃止した。なお、会社そのものは運送事業者として現在も存続している。バス事業は、冒険会社の北海道宅食自動車が営業していたが、戦時統合により1944年5月に、帯広乗り合い自動車、 ゲントカチバスと合併している。1952年に北海道拓殖鉄道が一部路線を譲り受けする形で営業を再開。1960年12月に子会社の北海道拓殖バスを設立し、翌1月にバス事業を上渡した。現在は、帯広市内と加藤郡を中心に路線バスを運行するほか、都チ帯広空港への連絡バスや、 札幌や旭川への都市間バスも運行する。2018年、平成30年9月1日現在、すべて北海道に所在。2018年、平成30年4月1日より、一般路線バス乗り入れ開始。同年4月20日より、都市間、バス乗り入れ開始と上志保路営業所の営業窓口を移転。2018年、平成30年8月。 千歳市と与さと二丁目急のにより移転。2018年8月1日現在。1989年、平成元年8月11日より繁忙期の臨時規制バスとして、各社1往復ずつを担当する号往復で運行を開始。1990年、平成2年3月9日より、ポテトライナーとして、通年運行が開始された。1995年、 平成7年12月1日に大谷地ターミナル、1997年、平成9年9月1日に清水と目室を、新設市一往復を十勝川温泉まで延長。2002年、平成14年12月1日には発車をライネットによるインターネット予約開始しおげを新設。二千五年、平成十七年四月一日より、音吹け経由、音吹け通十一丁目。 木野大通16丁目、木野農協前に往復を新設し、目室経由は4往復とし、臨時便を廃止。2009年、平成21年12月23日から、音吹経由を1往復増開。2011年、平成23年10月30日の、道東自動車道全通による改正で、直行便を含む3往復を、増回し形状往復、所要時間が、 約20分短縮となった。2017年、平成29年4月1日に都勝川、温泉発着便を廃止。2018年、平成30年6月2日より土日宿限定の、特急便、途中無停車を2往復新設した。直行便は往復とも、札幌ターミナル発着で、札幌行に、札幌駅前交車停留所を設定。帯広市内は、 トカチバス本社に停車し、パークライドを設定する。帯広業は、路線開設以来札幌ターミナル始発で、札幌駅前ターミナル及び、札幌駅前は、札幌業の校舎のみ扱っていたが、2016年、平成28年4月1日より、経由便、直行便とも、札幌駅前ターミナルで、帯広業の乗車扱いを開始した。運行を開始するにあたり、 北海道中央バスが共同運行事業者を募ったところ、他4社が名乗りを上げた。一路線5社での運行は極めて異例であり、北海道運輸局の指導で調整が図られたが、不調に終わり、結局5社揃って認可された経緯がある。帯広と札幌の間は200キロ程度の距離であるが、帰省バス当時から夜行便が設定されていた。1991年、 平成3年9月20日の国道274号、日照峠ルートへの変更に伴う改正で、定期運行を廃止し、2000年、平成12年夏季まで繁忙期臨時便として運行されていた。1997年、平成9年7月運行開始。2018年、平成30年8月1日、ピーチアビエーション、ピーチの関西国際空港。 福路空港便就航に伴い開設。ピーチ便に合わせた運航時間が組まれる。2018年平成30年11月1日現在。2015年平成27年4月1日より、それまで一部系統のみに設定されていた系統番号を全路線に拡大した。11と13は1中前を先回り。12と14は NHK 前先回り。 13と14は、帯広市役所南口、旧、厚生病院前経由。11は、宅職バス本社前発。16は、帯広駅前発。11の平日一部便は23として、南商業高校線へ直通する。12は、宅職バス本社前発。15は、帯広駅前。西2条8丁目発。運転免許試験場からの乗車は予約制。 2007年10月17日より、バイオディーゼル燃料の導入実験を実施している。社内で家庭から出る廃油の回収を行い、サラ別企業で BDF への加工を行っている。23は市中線から直通。24は、中須蘭線と直通。元、JR 北海道バス路線。31は、帯広駅前から夕日が、岡北区間の運行。 34、都府家役場前、駒場経由は、鹿追線、差別湖線、新体線と同経路。41は、木野農協前先回り。42は、帯広市役所南口。旧厚生病院前先回り。一部は24として、南商業高校線と直通する。元、JR 北海道バス路線で、異常後一部経路変更区間あり。は、 帯広駅前音府家高校館、52は、帯広駅前、鹿追営業所間の運行。帯広大前別湖の往復乗車券は、新特大、新大船鹿追乗り換え、佐別湖線大前別湖でも利用できる。当期は佐別湖での乗降が無料となっていたが、2017年、平成29年度より、バス無料プラン利用者外は、有料となった。 国鉄支保路線バス代行路線で、同じく代行路線を運行する、トカチバスと共に、夢大陸トカチ塗装車も運用され、共通定期券を取り扱う。2018年、平成30年4月23日、くったり22号くったり温泉間を廃止し、経路変更。飛行時便の開廃も行われた。新徳市街地助ホロ6号くったり間は、 全区間100円の新特徴コミュニティバスと並行するが、くったり線や新大線など一般路線バスでは、新特徴民に限り補助権利用にて100円となる。予約優先。7月中旬から8月中旬運行。貸切バス事業は通常は、帯広運輸支局管内、北見運輸支局管内、釧路運輸支局管内、札幌運輸支局管内,局管内及び、 室蘭運輸支局管内の内戸間小牧市、白井郡、勇仏郡、猿郡での発着が認められているが、貸切バス事業者安全性評価認定制度による有料事業者に限定した営業区域の弾力的な運用により、北海道全域となっている。道東地区事業者10社で組織する東、北海道貸切バス事業共同組合に加盟する。 三菱不走制が中心であったが、JR 北海道バス、帯広営業所廃止の際に、日野製の車両を譲り受けて、以降は三菱不走以外の車両も導入する。路線バス車両は2017年、平成29年3月31日現在で50台、貸切バス車両は26台保有する。2010年から、関東バス、東京都からの移籍車の導入が始まり、 徐々に数を増やしている。2011年には3、扉車、三菱不走 MP、富士重工 7E を購入したが、あと扉は、締め切り扱いで使用しない、この車は塗装を変更しつつも、関東バス時代のシャバも残している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。